こんにちは、月島です。今回は Windows パソコンのアプリを使用して Xbox コントローラーのボタンや振動機能などの設定変更の仕方について動画にしました。 Xbox コントローラーは以前レビューしましたが、その補足になります。コントローラーに付属のクイックガイドは接続方法を絵で示しているだけで、細かい設定方法までは記載されていませんでした。今回は4つの項目に分けてお話ししていきたいと思います。それではまず方法を確認していきます。はい、振動の設定を変えるための方法を確認します。インターネットで検索してみると、このページで Windows 10でコントローラーの振動を変更するが該当します。1、マイクロソフトストアから Xbox アクセサリーアプリを入手します。2、PC にコントローラーを接続して Xbox アクセサリーアプリを開いた後、構成を選択します。エリートまたはエリートシリーズ2の場合は変更する設定プロフィールを選択します。規定の構成のみが表示される場合は、新しいプロフィール、編集、振動の順に選択した後、スライダーを移動して振動を調整します。Xbox ワイヤレスコントローラーの場合は変更する設定プロフィールを選択します。規定の構成のみが表示される場合は、新しいプロフィールを選択した後、振動をオンを選択して振動のオンとオフを切り替えます。ということで、設定方法が確認できましたので、実際にやってみたいと思います。それでは実際に操作していきます。ソフトウェアはダウンロードしてインストールしてあります。 Xbox アクセサリーというアプリを立ち上げます。アプリを立ち上げると Xbox ワイヤレスコントローラーということで認識されています。コントローラーの設定を行うには、 Xbox のアカウントを作成してログインしておく必要があります。では設定するをクリックします。現在は規定という状態になっていて、これはデフォルトの状態です。カスタマイズしていくには、左上にある新しいプロフィールをクリックします。名前をつけます。プロフィール1ということで保存をクリックします。ここでマッピングをすることができます。マッピングしたいボタンを選択するか、長押ししてくださいとあります。現在は A ボタンがマッピングで選択されています。下の段にあるマッピング先を変更することでボタンの割り当てを変えることができます。例えば A ボタンのところを B ボタンにしたい場合は B ボタンをクリックします。そうしますと A ボタンと B ボタンが入れ替わります。他にスティックを交換をクリックするとスティックが入れ替わります。右スティックの Y 軸を反転したい場合はチェックを入れます。左スティックの Y 軸を反転、トリガーを交換する。そしてここで振動をオンにするかオフにするか設定ができます。振動させたくない場合はチェックを外します。これでコントローラーは振動しなくなる形になります。デフォルトにしたい場合は規定に戻すをクリックします。以上がコントローラーのボタンや振動の設定方法になります。点点点と表示されているボタンをクリックします。ファームウェアバージョンの下に振動というボタンがありますのでクリックします。これでコントローラーが振動する状態になりました。Xbox コントローラーのファームウェアのアップデート方法です。これも Xbox アクセサリーのアプリから行うことができます。先ほどと同じように点点点がついたボタンをクリックします。ここでファームウェアバージョンが表示されています。クリックするとファームウェアのアップデートが可能です。現在私のコントローラーは最新の状態になっているので、アップデートはありませんと表示されています。アップデートがある場合はコントローラーを USB ケーブルで接続して続けるをクリックするとファームウェアのアップデートが開始されます。
はい、いかがだったでしょうか。ボタンの設定や振動のありなしはゲームをプレイする人それぞれの好みで変わってくると思います。アプリで細かく変更できるのは助かります。またプレイするゲームの設定画面でコントローラーの設定が可能な場合もあるそうです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。